はい、どうもこんにちは、ミスター G デファイモットです。はい、今回はですね、グラフィックを強化する、グラフィックをきれいにするモッド、通称 ENB と呼ばれているものについて、紹介していきたいと思います。まずですね、ゲーム画面をご覧ください。どうでしょう、このような変化です。今ね、ENB モッドを適用、不適用ってこう切り替えてるんですけど、わかりますかね、違いが。こう若干ね、色のね、濃さがね、薄さがね、変わってるかと思います。これは何かと言いますと、空間における霧ですね、もや、あの雲みたいなもやをこう取っ払ってるっていう感じの変更が特に大きいと思われます。ENB っていうのは、まあ、要するに空間のこのライティング、要するに光、光源ですね、光源にまつわるものを変更していくものなんですけども、シェーダーとかライティング、ああいったまあ空の光とか、この空間におけるこの、霧とかね、もやとか、いろいろな部分に調整を施していく ものです。例えばああいう車の下にある影とか、そういうものさえも変えていくものなんですけども、今回の ENB、 この ENB っていうモッドはね、グラフィック変えるモッドなんですけども、もうすでに結構いろいろなものが配布されてたんですけど、その中で、最もいいやつっていうか、なんだろう、評価が一番高かったやつ、一番ダウンロードされているものを今回入れてみましたが、まあこの変化です。どうでしょうか皆さん、これがデフォルト、これが適用したバージョン、これが ENB なしバージョン、これが ENB ありバージョン、 ENB なしバージョンバニラって言いますけども、バニラの状態、これが ENB を適用したバージョン。なんかこう霧が、空間の霧が取っ払われたんで、こうなんか無駄がなくなった感じですよね。すっきりしましたよね、全体的にね。動画で見るとそこまで違い分かんないかもしれないですけど、ひょっとしたらこれゲーム実際に私プレイしてみて結構違いは体感できるレベルではありますね。結構変わってきますよ。全体的にこう薄さがね、変わるだけじゃなくて、例えばこういう地面とかも結構変わってきますね。なんだろう、この地面のなんかこう、この地面灰色ですけど、灰色の中にもこう黒のね、まだら状のこうなんかシミみたいなのありますけども、そこの濃さとかも結構やっぱ変わってきますね。霧が取っ払われたことによって、霧の向こうにあるこういうオブジェクトの色とかも結構変わってくるっていうことですよね。草の色とか結構違いが大きいですね。ここら辺とか、ちょっとよく見てください。こういう感じで、結構濃さが変わってることがお分かりいただけるかと思います。で、ここもそうですね。この壁のなんだろう、このこういう何、こういうひびっていうんですか、ひびのね、こうきめ細かさ、こう目立ち具合なんかもこう ENB を適用したことによって、これかなりくっきり見えますよね。 ENB なしバージョン、これバニラっていうんですけども、まあ、バニラっていう言うんですけども、モッドを入れてない状態のこと、バニラアイスクリームとか、まさに何だろう、素の状態っていう意味ですよね。バニラ、何にもトッピングしてないバニラアイスの状態っていうことで、いや本当そういう意味なんですよね。ああ、バニラの状態とこう ENB 適用した状態で、まあ、結構グラフィックがね、変わってくるかと思います。じっくりこう確かめてみたいって、味わってみたいって人はぜひこれ導入してみた方がいいと思います。動画見てるだけ、私もね、説明動画を先に見たんですけども、あんまり違いが分かんなかったんですよね、動画見てる 分には。で、特に1080p の動画が今一般的ですけども、意外と 1080p の動画だとそこまで違いが分かんないかもしれないですね、ひょっとすると。で、私も今 1080p の、各有私も 1080p でやってるんですが、これね、ENB っていうのはグラフィック関連のモッドなんですけども、あらゆるモッドの中でも、特にもうズバ抜けてこれ導入することによってゲームの動作そのものがすごい重くなるんですよ。で、しかもただでさえこう発売されて間もないので、まだ最適化もされてないし、ENB の制作者、モッダーっていうんですけども、モッド開発者のことをモッダーっていうんですけども、彼らもまだ、また手探りな状況なんですよね。だから、これ 4K の改造、私は普段 4K で遊んでるんですけども、 GTX980 の 4GB SLI 2way なんで、 4K だと結構ヌルヌルに動くんですよ。ベンチマークだとね、 60fps 張りすぎじゃなかったですけど、この前上げた動画では。でも普通にプレイしてるともうかなりプレイアブルですね、かなり快適、ほとんど 60fps 大体出るんですけど、 ENB 入れて 4K にするとめちゃくちゃ重かったですね。もう 30fps 切ることもしばしばっていう感じで、
で、一回クラッシュしました。CTD、クラッシュデスクトップ、ね、CTD、落っこっちゃいました、一回ゲーム。エラーを起こして。だからちょっと ENB 入れるんだと、ENB 入れて 4K で、この設定だったんですけどね。まあ、それ落ちるだろうって話なんですけど、やばいですね。ENB はそれだけ重いっす。ENB やるんだったら、ENB 入れて 4K やりたいんだったら、本当にタイタン X2 枚とか GTX980 3枚以上とか、そういうクラスになってくるかなって感じですね。GTX982 枚でやるんだったら、4K でやりたいんだったら、もう悪いけど、ここの設定はもう、ここら辺の設定すべて、ね、今超高とか、超高いとか、ウルトラになってますけど、これ全部ノーマルに下げてくださいよっていう話になってくるわけですよ。ね、結構きつかったです。で、この FXAA をオンにして MSAA をオフにするっていうのはこれ結構基本ですね。GTA5 DNB やっていく上では。発展途上っていう感じです。こんな感じでグラフィック一応変わるっちゃ変わりますね。フランクリンの顔とか、すごいですね、違いがね。なんかのっぺりした、こう、バニラののっぺりしたグラフィックからこうくっきり鮮明になったっていう感じですね。これは結構ね、入れる価値あると思いますよ。ただし、自分の PC スペックがあればの話ですけどね。で、あとね、ENB っていうのはね、そうだ、今思い出したんですけど、FA、アンチエリアス的な効果もあるんですよ。ENB 入れることで、こう、邪気が、なくなる、軽減されるっていう。例えば今、左下のね、マップを見てもらえると分かるんですけど、マップの薄灰色のこの道路ありますよね。フランクリンの左の方にある道路。ここの道路の線がね、結構ね、こう、段階的にジャギってるんですけど、ENB を今適用してない状態なんですよ。適用した状態に適用しますと、こうやって、綺麗なね、滑らかな直線に変わります。適用してない状態だと、こう、ジャギります。で、適用するとこうね、結構切り替わりが、てか変化が激しいですね。すごい変化ですね。まあ、こういうアンチエリアシング的なまあ効果もあると。ENB っていうのはね、ただ単に綺麗にするだけじゃなくて、まあこういう、なんていうんですか、こう滑らかにするというか、いわゆるまあ PC グラフィックのまあ最大の欠点とも言える、こうジャギをね、解消するっていう効果もあるわけですが、はい。じゃあ導入方法を説明していきましょうか。はい、ということでね、じゃあ ENB のダウンロード方法を、導入方法を早速説明していきたいと思います。まず GTAinside.com っていうこういうサイトがあるんですが、これは非常に、有名なサイトです。もう GTASA の時からね、 GTA4 よりも前の時からあるサイトで、もう大手中の大手ですね。多分一番最大手かもしれないですね、下手したらね、モッド紹介系では。動画説明欄に、動画のね、下の動画説明欄に URL 貼っておきますので、そちらからリンク辿っておいてもらってですね、ぜひブックマークしておいてください。今後モッドをね、PC 版でずっとやっていきたいっていう人は、もう必ずずっとほぼ一生間違いなくお世話になっていくサイトなので、ぜひブックマークしておいてください。で、まあモッド、簡単にこのサイトの説明をね、先にちゃちゃっとしておきたいなと思います。まずこの部分ですね。ここね、ニュースです。簡単に言うとニュース。リセントモッドって書いてあります。最近のモッドって書いてありますね。最近のモッドがこう、一覧に紹介されていくと。ここ随時更新されていきますからね。で、この S、読みづらいですけども、これ SA って書いてあるんですね。このバックが茶色になってて、文字が白で、2文字 SA って書いてあります。これが GTASA に関するモッドってことですね。で、今 GTA4 はないですけど、この一覧には4って書いてあれば、まあ、4のモッドです。で、5って書いてあるのが5のモッドです。発売されて間もないですので、まだそんなに出てないんですけども、ちょうどね、今私が入れてたモッドがここにあります。GTA5 Reshade っていうモッドです。こちらをクリックしていきましょう。まあ、そうすると、Reshade、まあ、つまり、シェーダーを、まあ、シェーダーのリプレイスってことですね。まあ、ライティングを書き換える、まあ、簡単に言うと ENB、グラフィックに関連するモッドって意味ですけども、ちなみにこのサイトのサイドバーですね。こっちの方です。こっちの方、サイドバーに、こう、GTA5、GTA4、サンアンドレアスっていう各自ソフトに対応したモッドが、紹介されてます。こっからでもグラフィックモッドに、たどり着くことはできると思います。例えば、モッズっていうところをね、クリック。してみますと、こういう、アルファベット順にね、 A から Z で、関連するモッドの名前が出てきます。 G の欄にグラフィックスっていうねのがありまして、それでまあ今のページにねこう来ることができるわけですね。そして私が今回インストールしたのはですね、どれだったっけかな、これですかね。
クリア HD、リシェードマスターエフェクト、あ、これですね。ですね、ダウン、いろいろ書いてあるんですよ、情報が。トップページに。ダウンロード、コロン、2006って書いてありますね。これ、ダウンロードされた回数ですね。ダウンロードされた回数、各モッドに書いてあるんですけども、まあ、一番多いですね。これがね、今私がダウンロードしたのは、そういう一番ダウンロードされてるモッド。はい。で、レーティング、評価ですね。星の数。星がめちゃくちゃあるんですけども、こんなに星いるのかっていうぐらいあるんですけども、ね、日本の、もう常識で言う星5どころの話じゃないですけどね。もういっぱいありますね。まあ、他にもいろんなね、追加日とか、いろんな情報が書いてあります。各自、まあ、詳しいところは、まあ、後で見ていってください。で、こうやってモッドのね、ページに、ホームページに飛ぶわけです。そうするとですね、ファイルサイズですとか、追加されてる日時ですとか、開発者ですとか、開発者のウェブサイトとか、カテゴリー、モッドのグラフィックっていうね、書いてありますね。ここダウンロードリンク小さく書いてありますが、別にここからじゃなくてもダウンロードはできます。この普通にこの大きなダウンロードボタンからダウンロードできます。で、ダウンロードする前に、この必ずここ読んでおいてください。ここ、フェードアウトって書いてあるんですけど、ここを押してもらうと、ビヨーンってこう説明文が出てきます。開発者が自分で、開発者自身がこう書いてくれた、説明文です。ここに、インストレーション、つまりインストール方法とか、注意事項とか書いてありますね。必ず読んでおいてください。特に初心者、もう絶対読んでおきましょう。上級者でも基本的に読んでおいた方がいいですね。絶対読んでおいた方がいいです。私も毎回ここだけは本当にどんなモッドでも、どんな手慣れたモッドでも必ず読んでます。はい。例えば、ターン FXA オン、インゲーム、ゲーム起動時に FXA をオンにしておいてくださいとか、MSA を切っておいてくださいねとか、書いてありますし、他にも、まあ、トラブルシューティング、トラブルが起こった時の対処法なんて書いてありますね。If game crashes at start、スタート時に、このモッドを入れてからスタート後に起動しなくなるようになったら、まあ、この何、こういうね、ファイルのね、ファイルをリネームしてくださいと、名前を変更してくださいみたいなこう注意書きがね、いっぱい書いてありますので、ぜひ読んでおいてください。他にもこういうトグルキー、デリートキー、ね、操作するキーボタン、ボタン操作についてのこう書かれ説明とか、はい、あと、まあこういう変更点とかね、このモッドの内容とか、特徴とかそういうのが書いてあります。はい。まあじゃあちょっと説明が長くなってしまったんですけど、この動画基本的に私の動画チャンネルは Mr.GT5 モッドって名前がついてるんで、まあモッドの紹介を行っていくんですけども、初心者側はこうモッド入れられるような説明、心がけているので、ちょっと上級者にはね、うざったらしい、長ったらしい説明になっちゃうかもしれないですけど、そこはご了承ください。はい。ということで、じゃあこのページからこのダウンロードボタンをね、押してみましょうか。ダウンロードボタンを押すと、このようなページに飛ぶかと思います。スタートダウンロード。ここに書いてありますね。真ん中にスタートダウンロード。ここを押してもいいですし、こちらをクリックしても、大丈夫ですね。待ってても勝手にダウンロードが始まると思いますが、待ってないよって人は、まあ、押せばいいと思います。はい。で、今、変なね、サイトが起動しましたね。はい。こういうエッチなサイトが起動しました。これはまあ、消しておきましょう。で、ページの下に、保存、ダウンロード開始されますので、ダウンロードボタンを押したら、こう、ダウンロードね、保存と押してください。で、48%、52%、ね、若干重いファイルですね。ここは、この速度っていうのは皆さんの回線の速度で、変わってくる場所ですね。はい。回線といえばね、このモッドを入れた状態でまだね、オンラインには行かないでください。さっきも言いましたがね。で、このように回答されましたと。で、ファイル形式、これ ZIP ファイルですね。ZIP ファイルはまあ基本的にはね、まあ誰でも開けますね。ZIP ファイル開けない人は、L ハプラズっていう、回答ソフトありますので、そちらを、ダウンロードしてから、そちらをインストールして、回答してください。はい、L ハプラズというね、回答ソフト、何かと便利ですので、あると、いろんなソフトをね、今後ダウンロードした際に簡単に回答できますので、ぜひね、この際に入手しておいてください。L ハプラズと検索します。そうすると、このトップページね、一番上に出てきます。ここをクリックしてください。そうするとね、説明だらけのページに飛ぶんですけども、ここですね。ここを押しましょう。2015年の4月11日、かなり最近に追加されている、最新のバージョンがね、かなり最近に追加されてましたので、でここ保存してください。押して保存して、ダウンロード完了したら、フォルダを開いて、管理者として実行。右クリック、管理者として実行で、ポップアップで、はい。で、セットアップウィザードが開始するので、起動するので、次へ。
そして、利用規約読んだら、次へ、そしてここは任意の場所に入れておいてください。任意の場所というのは、まあ、人それぞれです。そうですね、例えばじゃああれですね、今回じゃあ、特別にこのために作るとして何か、L ハープラズというフォルダを自分で、手動で作りました。あれ、すでに存在する。あ、私これ一回ダウンロードしたことあったかもしれないですね。あ、ありましたね、ここ。あ、入ってるわ、エルパ。入ってました、すいません。入ってました。まあ、皆さん入ってない場合は、こう、エルハプラズっていう、今のようにフォルダを作っていただいて、で、そこを選択していただいて、ここでそこを選択して参照して、で、次へを押してください。で、インストールを開始してください。で、こう、セットアップが終了、完了。押したら、こんな画面になるんで、ここ基本的にデフォルトの設定のままで OK です。OK ボタンを押しちゃって、終わりにしちゃってください。以上です。そして、エルハプラズをじゃあ持ってきたとして、まあそれじゃなくてもいいんですけども、まあ何かしらこう回答ファイル持ってきてこう回答するわけですが、回答するとダブルクリックで回答できます。ダブルクリックで、回答できます。回答するとデスクトップ上にこのようなフォルダが生成されると思います。4つのね、あ、3つのファイルと1つのフォルダで構成されています。4つです。4つのアイテムで構成されています。この中身は、こうなっております。皆さん大丈夫ですか？こうちゃんとこうなってれば OK です。はい。で、導入方法なんですが、そうですね、ここ書いてあります。ここに書いてあります。導入方法、どこだ？ Easy Install。インストールは非常に至って簡単ですよって書いてありますね。Just extract all files and folder。すべてのファイルと、ダウンロードして手に入ったすべてのファイルとフォルダを、ゲームフォルダに入れてくださいと。ゲームフォルダ、ディレクトリーフォルダ、すなわち、まあ、ここは人によって変わってくると思います。環境変わってくると思いますが、私の場合は、まあ、C ドライブの、プログラム、X86 の、Steam Apps、Common GTA5、Grand Theft Auto 5のこの場所となっております。このアイコンがある場所ですね。GTA5.exe、GTA5 ランチャー EXE、この、ここがあるフォルダ階層に、ここでダウンロードしてきたこの4つのファイルをドラッグ&ドロップします。こう、バーッと選択して、全選択して、そのままこうやって引っ張ってきます。クリックして。で、ここに、ポイッと投下しちゃいます。そうすると、4つのね、ファイルがね、こう入ったかと思います。はい。入りました。このモッド、このモッドはね、本当に導入が簡単でして、以上です。本当にこれだけです。これであとゲーム起動するだけです。そうするともうデフォルトでね、私の場合はこれいらないんでも消しちゃいますけども、デフォルトで、この後 Steam で、GTA5 を起動すると、デフォルトで、ENB がもう最初から適用されてます。で、具体的にね、グラフィックがどれぐらい変わったのかなって変化を確かめるために、こう、書いてあるわけですね、ここに。トグルキー。デリートキー書いてあります。デリートキーっていうのがね、ありますよね。インサートキーの下です。ホームボタンの左下。エンターキー、通常のほとんどのキーボードの場合では、エンターキーの右横にあります、デリートキーってところですね。そのデリートキーを押すことで、解除、適用、解除、適用、解除、適用の繰り返しができると思いますので、それでグラフィックの違いを、各自お確かめください。まあ、ぶっちゃけ、言うほどの差はまだないですね。なんだろう、GTA5 がね、もうグラフィックができすぎてるのか、それともまだ発売したてだからなのか、まあ、どっちかっていうと、後者の方が、比重大きいと思うんですけども、まあ、今後ね、どんどんENB 綺麗になっていくと思います。めちゃくちゃ綺麗になっていくと思います。どれぐらい綺麗になっていくかっていうと、そうですね、GTA4 ENB とかで調べてもらえると分かると思うんですけども、めちゃくちゃ綺麗ですよ、ENB ってね。本当に世界変わりますからね、ENB 入れると。